どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA がですね、国内線タイムセールと国際線タイムセールですね、こちらね、開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいと思うんですけれども、今回ですね、ANA の国内線のタイムセール、またね、国際線のタイムセール、同時にね、来ているっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただきたいなと思うのと、この動画が出ている9月の7日なんですけども、もうね、販売が開始しているっていう風になりますんで、こちらね、利用される方はできるだけ早めにね、予約ね、していただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、販売期間は2023年の9月の7日から9月の12日ですね。で、搭乗期間が2023年11月の1日から2024年の1月の31日までということで、こちらね、下に書いてあるんですけども、2023年の7月の27日から30日、2024年の1月の2日から4日搭乗部を除くということで、この国内のね、タイムセールに関しては、この区間はですね、対象外期間っていう風になっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、今ね、深夜なんですけども、今の時間ただね、普通に繋がるみたいなので、まあ、この動画出ている頃にはですね、普通にね、繋がると思います。で、対象方面なんですけども、今回北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄、路線便限定っていった形になっております。で、こちらにね、記載ある通り、便限定のため、販売数には限りがありますということで、下にね、主な運賃がですね、こういった感じでね、出ているわけなんですけども、まあ、全部が全部ね、この運賃で取れるわけではないですし、まあ、空席がね、なくなってったら、値段はね、上がっていくっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。で、今回ですね、9月にね、タイムセールがありまして、前回ですね、8月にね、タイムセールがあった時とですね、お値段の方をね、比較していきたいなと思うんですけども、今回ね、設定期間が11月の1日から2024年の1月の31日ということで、かなりね、広範囲の、セール期間っていう風になりますんで、前回がですね、10月いっぱいのね、セールだったんですけども、その時のね、運賃と比べるとですね、羽田札幌路線ですね、8800円なわけなんですけども、運賃一覧。こちらがね、今回の運賃一覧っていう風になっておりまして、まあ、こっちのね、セールでは、8800円からっていう風になってるんですけども、まあ、ほぼほぼですね、9800円で、設定されているっていった形になります。ですので、8800円期間って、まあ、かなりね、少ないのかな、なんていう風に思ってるんですけども、まあ、ほぼほぼね、9800円で、設定されております。で、前回がね、どうだったかっていう話なんですけども、8月のね、タイムセールで、10月いっぱいのね、時のね、価格だと、平日がですね、8800円。ちょっとね、この PDF ね、非常に見づらくて申し訳ないんですけども、前回の、羽田、札幌路線だと平日だと8800円で土曜日だと1万1000円で設定されてたわけなんですけども、まあ、今回のセールでは9800円がね設定されているっていう風になりますんで、まあ、1000円近くですね、今回のタイムセールの方が高いって言った形になるんですよね。で、今回ですね、対象路線ね、細かくね全部出ているんですけども、私の方でねチェックね、させていただいた感じだとですね、前回のタイムセールの方が、若干安かったですね。こちらね、東京からね、伊丹路線なんですけども、まあ、平日がね、7700円、土日、土曜日曜がですね、8800円でだいたい設定されてるんですけども、今回ね、8000で設定されているっていう風になりまして、まあ一応7700円のね、日もあるみたいなんですけども、大体ね、8000が設定されてる。まあこれも平日なんでね。まあそれを見ていくとですね、前回の方が、まあ大体安かったって言った形になりますかね。まあ一応ね、7700円で設定されているところもね、いくつかあると思うんですけども、まあ全体的にはですね、前回のタイムセールの方が、まあ1000円ぐらいがね、安かったって言った形になります。同額でね、出ているのは、こちらですね、東京沖縄路線に関しては前回もね 13,200 円だったと思うんですけれども、まあ、今回もね 13,200 円が、設定されているっていう風になりますんで、まあ、沖縄路線はですね、前回の10月、対象期間の時とまあ、変わらないかなっていう感じですね。まあ、それ以外は基本は1000円ぐらいね値上がりしてるっていう感じに
になります。まあ、今回のね、セール期間ね、かなりね、対象期間長く設定されているっていう風になりますんで、まあ、今回ね、ちょっと高めに設定されているのかもしれないですね。まあ、こういった感じでですね、ANA のタイムセールやっているっていう風になりますんで、まあ、この期間にですね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、検索してみていただければなと思います。冒頭にも言った通りね、こちらはもう開始になっておりますんで、予約ね、することができるっていった感じになります。それでは次にですね、ANA の国際線タイムセールですね。いやね、このタイミングでね、ANA の国際線タイムセール来ましたね。JAL のね、国際線のタイムセール、先日ね、お話しさせていただきましたけれども、まだね、JAL の国際線のタイムセールね、セール期間中で、まあ、今回ね、ANA の方が国際線タイムセールを出してきたっていう風になりまして、販売期間ね、被ってるんですよね。で、設定期間が2023年の11月から2024年の2月末までということで、12月の22日から2024年1月8日は本セール対象外ということで、まあ、ここだけね、ブラックアウトされているわけなんですけども、長期間で設定されております。で、一部の路線は設定期間異なる路線ごとを確認してくださいということで、路線によってはね、期間が変わってるっていった形になります。で、今回のね、ANA の国際線のタイムセールなんですけども、6日間限定最大 50% オフの割引お得な運賃で販売ということで、まあ、ANA のね、最安運賃と比較すると、最大 50% オフでね、利用することができるみたいですね。ちょっとこれはね、ANA のね、最安の運賃とね、比較させてるみたいなので、まあ、なんとも言えない部分はあるんですけども、まあ、一応ね、最大 50% 割引でね、利用することができるって言った形になります。で、ホノルル行きですね、往復 8.2 万円からプレミアムエコノミーは、プラス7万円の 15.2 万円ということで、ホノルル行きもですね、今回のね、セール対象って言った形になっておりまして、ニューヨーク、ベトナム、オーストラリア、パースなども、タイムセールでね、設定されております。またね、人気のソウル、台北行きに加えて、ヨーロッパ、北米路線も設定されているって言った形になります。ということで、運賃をね、見ていきたいなと思うんですけれども、いつもね、見ているハワイ運賃でね、見ていきましょう。国際線予約クラスが K クラス、設定期間が2023年の12月の1日から2024年の2月の29日までということで、こちらね、成田発着便が対象っていう風になっておりまして、NH181、182、183、184っていった感じになります。で、最安はね、8.2 万円からということで、これね、運賃規則をね、ちょっと先に見ていきたいなと思うんですけれども、これですね。はい、これがね、今回の運賃規則になっておりまして、必要日数は2日、最長が14日。で、気になるところとしては、まあ、今回予約クラスは、ね、K クラスっていった形になります。で、ここですね、重要な点としては予約変更、払い戻し、子供、お子様の予約変更、払い戻し、これ全部できない運賃っていう風になっておりますんで、まあ、この点はね、まあ、セールなんでね、まあ、基本的にできなくなってると思うんですけども、まあ、設定期間がですね、今回の国際線のタイムセールね、設定期間ね、2月の末まで設定されているっていう風になりますんで、一応ね、この払い戻し等々できないっていう点は覚えておいていただければなと思います。で、まずね、運賃の比較なんですけども、今のね、国際線のJAL がね、タイムセールやっておりまして、この前ね、検索させていただいた感じだと、まあ、10万円ちょっとぐらいのね、JAL で往復エコノミークラスね、ハワイ路線あったんですけども、まあ、今回ね、設定期間が、まあ、JAL の方はね、9月いっぱいもう対象になってるんですけども、ANA の方はね、設定期間が12月の1日からということで、かなり先ですよね。ですので、ちょっと比較するのもね、難しい部分ではあるんですけども、9月だったらね、まあ、バンバン海も入れると思いますんでね。まあ、ここで、先日ね、検索した感じだと、10万ちょっと。で、もうね、同じような運賃はですね、借り取られてるっていう風になりますんで、動画でね、解説した時はね、10万円ちょっとぐらいのね、運賃が往復で9月中ね、出ておりましたけども、こちらね、もう発見することができないって言った形になります。で、今回のね、ANA のタイムセールで、値段を見ていくとですね、8.2 万円からっていう風にね、記載があるんですけども、これ実際に検索していくとですね、はい。結構ね、いい運賃が出てるんですよね。その代わり12月の1日からね、まあ、今回のセールがね、対象っていう風になりますんで、まあ、12月ということで結構寒いのかななんていう風に思うんですけども、12月の1日の12月の7日帰りとかだったらね、9万7000円で利用することができて、検索していただくとですね、各種税金等含みますということで、燃油サーチャージ等々ね、全部こんな価格で9万7100円で往復することができるっていう風になりますんで、
かなり安くいけるんじゃないですかね。もしね、ANA のゴールドカードとか持っている方は、スカイコインね、1.6 倍で交換できると思いますので、5万マイルで8万スカイコインですよね。そう考えるとかなりね、お得にいけるのではないのかな、なんていうふうに思いますんで、まあ、今回のタイムセールね、ハワイ路線、利用されたい方ね、かなりいいと思いますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。で、おすすめ路線ね、こういった感じで公式サイトにね、出ているわけなんですけども、まあ、結構ね、ベトナムとかね、往復で5万円からとか設定されてますんでね、パースも9万円、これはオーストラリアですからね、かなり安いのではないのかな、なんていうふうに思います。またね、バンコクとかもね、7万5千、シンガポール7万5千、ムンバイ7万5千とかね、結構いい運賃でね、設定されていると思いますんでね、まあなかなかね、冬休みも夏休みも被らず利用しづらいかもしれないんですけども、一応ね、年末年始をちょっとずらしたぐらいはね、利用することができるっていう風になりますんで、対象外はね、ここだけっていう風になりますんで、ここを外して冬休み取れる方はね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。それでは次にですね、ANA のね、燃油サーチャージどうなるのかっていうね、話がずっとね、止まったままで、JAL はね、もう1週間以上前にね、発表あったんですけども、ANA はね、ずっとまだ発表されておりませんでして、9月の4日にね、やっと更新されました。ということで ANA もね、残念ながら燃油サーチャージね、10月1日から発券分に関しては上がるっていう風になりますんで、今現在ですね、9月の30日まで発券した分に関しては、アメリカ本土ね、行く場合は2万5千円。まあ、ハワイだったら1万6千円。こちら片道からかかるっていう風になるわけなんですけども、こちらがですね、10月1日から値上げということで、ハワイに関しては片道1万8500円。こちら1人にかかってくるっていう風になりまして、アメリカ本土、オセアニア、中東であれば片道2万9千が設定されるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、片道一人かかってくるっていう風になりますんで、燃油サーチャージね、高いですね。で、また10月からね、値段上がるっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね、9月の30日までの方がね、安く発券することができるっていう風になりますんで、この燃油サーチャージっていうのは乗る時の価格ではなく、発券する時の価格はね、燃油サーチャージとして請求されるっていう風になりますんで、もしね、今後、特典航空券ね、発券される予定のある方は、9月の30日までね、発券していただければ、まあ、こちらのね、運賃が適用されるっていう風になりますんで、ぜひね、9月の30日までに発券ね、していただければなと思います。こちら10月入ってしまうとね、もう問答無用でこっちの値段がね、かかってくるっていう風になりますんで、9月30日まで発券がね、おすすめっていった形になります。ということで今回ですね、ANA が国際線のタイムセール、またね、国内線のタイムセールね、開始いたしましたので、ハワイ路線ね、見させていただきましたけれども、まあ、かなりね、運賃安く設定されているっていう風になりますんで、ぜひね、利用される予定のある方は、運賃ね、チェックしていただければなと思います。国内線、国際線同様にですね、この動画が出てるね、9月の7日、もうね、販売開始してるっていう風になりますんで、早めにチェックしていただければなと思います。またね、ANA でね、ハワイ行かれる方は、ANA のね、マハロラウンジ、今年のね、6月にレビュー動画ね、出させていただきましたけども、こちらもね、ANA で往復していただければ利用することができるっていう風になりますし、ワイキキショッピングプラザからアラモアナセンターのね、バス、ANA のバスですね、こちらもね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、ANA でハワイ行かれる方はですね、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。